テリー・ギリアム、テリー・ギリアム、テリー・ギリアム、1940年11月22日体は、アメリカ生まれのイギリスの映画監督、アニメーター。本名、テレンス・バンス・ギリアム、テレンス・バンス・ギリアム。イギリスのコメディグループ、モンティ・パイソンのメンバーの一人。1968年に、イギリス国籍を取得し、38年間にわたって、 アメリカとイギリスの二重国籍であったが、2006年にアメリカ国籍を放棄している。1940年11月22日、ミネソタ州、メディシンレークに生まれ、家庭環境を述べると、兄弟は2歳下の妹と10歳下の弟の二人、父親はホルガーズコーヒーの訪問販売員、その後大工に転職。妹の帰還自治療のため、家族は、 カリフォルニア州に移り住み、テリーはここでバーミンガム高校に入学。生徒会長を務めたりもしている。優等生でシニアプロム高校卒業を祝うダンスパーティーでは最も成功しそうな男としてプロムキング日本における学生生活に当てはめればミスターコンテストのグランプリに選出される。また高校時代後に影響を受けることとなる漫画雑誌フッド。 を見つけている。高校卒業後、オクシデンタル大学に進学。物理学を専攻するが、ファインアートへと専攻を切り替え、最終的には、政治学専攻に変更することとなる。学生運営雑誌、ファング、ファングの作業を受け持ち、3年生の時は編集者として参加。紙面傾向を、マットの編集者、アルビー・カーツマンのトリビュートとしていく。また、 この雑誌のコピーをカーツマンに送っている。卒業後、広告代理店に就職するが長くは続かず、カーツマンの誘いにより、雑誌、ヘルプの編集者に転職する。テリーはコミックストリップやアニメーターとしての仕事を始める。後にモンティパイソンで仲間となるジョン・クリーズを写真コミックストリップ作品として特集し、ヘルプ、市場にて掲載している。 その後の1960年代中は、イギリスへ渡り、フリーのイラストレーターとして、ロンドンで雑誌の仕事をする。また、知人となっていたジョン・クリーズの紹介で、子供向け番組、The Not Adjust というアセットに参加、アニメーションを制作する。この番組で、後にモンティパイソンで仲間となる、エリック・アイドルや、マイケル・ペーリン、テリー・ジョーンズと出会っている。モンティパイソン内では、 唯一の英国人以外のメンバーとして BBC の制作番組空飛ぶモンティパイソンに参加する。ここでアニメーションを担当しシュールなアニメーションを制作。このアニメーションはしばしば番組内のスケッチにリンクしモンティパイソン内におけるビジュアルランゲージの一つとして機能した。また、いくつかのスケッチには脇役として出演もしている。モンティパイソンにおける テリーのアニメーションには独自の様式がある。古い写真、ほとんどはビクトリア朝のものを背景に自分が描いたイラストと写真から切り抜いたモチーフとを貸すというものである。この手法はアニメーションやフラッシュアニメ作品などの多くの場所において模倣されている。テリーのアニメーションはギリアメーション、ギリアムシャンズとこれる。その後、映画監督としての仕事を始め、 主な活動をこれに移していく。映画監督としての初めての仕事は、1975年制作のモンティパイソンホーリー・グレールであるが、これはテリー・ジョーンズとの共同監督であった。1977年、初の単独監督作、ジャバー・オッキーを監督。その後、多くの映画作品の監督を務める。未来世紀ブラジルは、 米国内では改ざんされたバージョンが公開され、配給のユニバーサルとの闘争が展開。自作、バロンでは、プロデューサーのずさんな制作管理によって予算が膨れ上がり、当初のビジョンが反映されなかった上、工業的にも制作費回収にはほど遠い成績に終わった。この体験で映画作りが嫌になったと語っている。しかしその次に制作したフィッシャー・キングでは、 マーセデス・ルールがアカデミー女演女優賞を作品自体もベネツヤ国際映画祭銀次賞を受賞している。2002年ナイキのワールドカップキャンペーンの一環であるテレビ CM シークレットトーナメントザ・シークレットトーナメントの監督を務めた。これは世界のベストプレイヤーたちが巨大なタンカーの中で3対3で戦うという内容で BGM にはエルビス・プレスリーの おしゃべりはやめてが使われた。この CM は高い人気を集め、批評家からも絶賛された。イギリスのメイクアップアーティスト及び衣装デザイナーであるマギー・ウェストンと1973年に結婚。二女一男の三人の子供に恵まれ、彼らはギリアムの映画の中にたびたび登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。